俺は子供の頃、いくつもの学校に通った。親の転勤で国内あちこち、引っ越しばかりだったのだ。小学校だけでも3回学校が変わった。小学生にとっては、転校はなかなかのストレスだった。そんな俺が一番長く通ったのは、地方の幼稚園だった。そこだけは3年間変わらず、最後まで通うことができた。俺の幼稚園はスクールバスがなく、親が送迎するシステムだった。なので子供たちだけではなく、送迎で顔を合わせる親同士も自然と仲が良くなり、母たちのママグループはずっと18年間途絶えることなく、お互いの近況報告をしていた。なので俺は今でも変わらず、幼稚園時代の仲間たちとはつながっているのだ。俺は理系の大学を出て、大手電機メーカーに就職した。親父と違い転勤族ではないが、とにかく出張が多く、国内あちこち動き回った。おかげでかつて暮らした懐かしい場所へ行く機会もあった。そんな時は母の連絡網を使い、久々に友人たちと会い、朝まで飲み明かすこともあった。そんなある日、俺は苦手なクレーム処理のため、幼稚園のあった町の隣町まで出向くことになった。お詫びの茶菓子を持って新幹線に飛び乗った俺は、これから叱られに行くと思うと、すごく気が重かった。会社から聞いた顧客の住所をタクシーの運転手に告げると、俺はネクタイを締め直して気合を入れた。この町は俺が幼稚園の頃、遠足で何度か来たことがある。懐かしい景色を眺めながら謝罪の言葉を復習した。家の前に着くと俺は深呼吸してインターホンを押し、商品の不具合についての謝罪に伺った旨を伝えた。玄関から出てくると、女性は俺を見て言った。嘘でしょ？ケイちゃん？桜組のケイちゃんじゃない？俺は女性の顔を見つめるとじっと観察した。そうだ、この顔、思い出した。俺の幼稚園の担任だ。若かった先生は俺の母さんくらいの歳の立派なおばさんになっていた。先生、お久しぶりです。俺の緊張の糸が解けた。今日のクレーム処理は楽勝だ。先生は俺との再会に夢中で、機械の不具合などもうどうでもよさそうだった。一応機械の説明と謝罪もしつつ、俺たちは昔話で盛り上がった。すると先生は突然俺に言った。ねえ、ミナちゃん覚えてる？俺はドキッとした。俺は久しぶりにその名前を聞いて忘れていた感情を思い出した。ミナちゃんは3年間同じクラスで俺の初恋の人だった。そして俺の母の連絡網に入っていない唯一の同級生だ。ミナちゃんの家は共働きで、送迎担当はおばあちゃんだった。当時のおばあちゃん世代は携帯を持っていなかった。なのでミナちゃんとだけは連絡が途絶えていたのだ。ミナちゃんね、この近所に住んでいるのよ。ねえ、呼んじゃおうか。俺は先生のおせっかいな提案に期待が高まった。ミナちゃんは小柄で可愛らしい子だった。俺がどんなバカをしてもいつも笑ってくれた。どんな女性になってるだろう。もう結婚しちゃったかな。そんなことを考えているうちに先生はミナちゃんに電話していた。あ、ミナちゃん、今お家？俺はまさかの展開にいつになくドキドキした。先生は電話で話しながら俺の方を見て指でオッケーをした。先生はミナちゃんを夕食に招待したのだ。そして先生は俺に、明日は土曜日だから仕事休みでしょ？夕飯食べたらついでにうちに泊まってちょうだい。俺は先生の言葉に甘えて、その日は泊めてもらうことにした。
そして夕飯の時間になると、ミナちゃんがやってきた。ミナちゃんは想像以上に綺麗な女性に成長していた。俺は緊張しながらミナちゃんに挨拶をした。ケイちゃん、変わってないね。ミナちゃんは恥ずかしそうにそう言って笑った。先生のご主人も帰宅し、賑やかな夕飯となった。ミナちゃんは大学を出て、小学校の先生になった。そして幼少期を過ごしたこの町の教師を希望し、2年前に引っ越してきたそうだ。ミナちゃんすごいね。先生になったんだ。俺は優しいミナちゃんにぴったりの職業だと思った。ケイちゃんは昔から機械大好きだったもんね。俺は正直驚いた。俺が機械好きだったこと、ミナちゃんは覚えてたんだ。俺はなんだか嬉しくなった。その日はミナちゃんと連絡先を交換して別れた。翌日俺は先生にお礼をして新幹線で自宅へと戻った。それから俺はミナちゃんと毎日メールや電話をして、些細なことで笑い合ったり、昔話をして盛り上がった。俺は話をしていくうちに、またミナちゃんが好きになった。18年前はお互い子供で、初恋といえど、お友達の範疇のままでおままごとのようだったが、今回はその時と違って、俺はミナちゃんのことを一人の女性として、真剣に思い始めていた。俺は気持ちを伝えようと、思い切ってミナちゃんと会う約束をしようと決めた。偶然にも俺たちの幼稚園が来年取り壊しになると聞いて、最後に一緒にあの場所へ行こうと思い切って誘ってみた。ミナちゃんは俺の誘いを快く受けてくれた。そして当日、俺たちは思い出の幼稚園で直接待ち合わせをした。先についていたミナちゃんは、俺を見つけると手を振って、ケイちゃん、こっちこっち、電車疲れたでしょ?と笑顔で迎えてくれた。俺はこの後ミナちゃんに告白をしようと考えていたから、顔がこわばってしまって、うまく笑えなかった。俺たちが遊んだ園庭は思ったよりも狭く、お互い大きくなったねと顔を見合わせて笑った。そこで俺は思い切ってミナちゃんにこう言った。もしよかったら俺と付き合ってくれない?ミナちゃんは一瞬固まって俺の顔をじっと見つめた。するとどうしたことかミナちゃんはボロボロと大粒の涙を流し始めた。ごめん、嫌だった?泣くほど。俺は慌ててフォローすると、ミナちゃんは涙を流しながら笑顔になってポケットから何かを取り出した。これ、覚えてる?正直俺はそれが何なのかまるで見当がつかなかった。ケイちゃんがくれたんだよ。よく見るとそれは、針金で作った輪っか。俺は当時のことを思い返してハッとした。そしてものすごく恥ずかしくなった。それは俺がミナちゃんにあげた針金の指輪だった。年長の時にはすでに親父の転勤が決まっていた。別々の小学校に行ってもずっと俺が守るからね。そう言って俺は卒園式の朝、確かにこの針金の輪っかをミナちゃんにプレゼントした。その時の気持ちが急に胸の中に戻ってきて、俺は恥ずかしさで動揺し、ミナちゃんの顔が見れなかった。ミナちゃんはハンカチで涙を拭き、私も今日は必ずケイちゃんに気持ちを伝えようと思ったの。そう言うと、針金の輪っかを指につけて笑った。ミナちゃんは18年間ずっと変わらずに俺のことが好きだったそうだ。18年も?嘘だろ?あれから一度も会ってないのに、そんな漫画みたいな話、本当にあるんだ。
申し訳ないけど俺は偶然ミナちゃんと再会するまでミナちゃんのことをそこまで思ってもいなかったし、他の人とも付き合った。それなのにミナちゃんはもう会えないかもしれない俺なんかのことを。ケイちゃんはきっと覚えてないと思うけど。ミナちゃんはこう言うと俺に話して聞かせた。ミナちゃんが年中の時、飼っていた犬が死んでしまい、悲しくて食欲がなく、給食も残してばかりだった。俺たちの幼稚園では食育に力を入れていて、きちんと食べるまでは席を立ってはいけなかった。ミナちゃんはどうしてもご飯とおかずが食べきれず、悲しくて泣きそうだったが、隣の席だった俺がこっそり先生の目を盗んで、ミナちゃんの残した給食を全部食べてしまったそうだ。俺はミナちゃんに、先生には内緒だよ。僕は食いしん坊だからね。明日も僕が食べてあげるよ。こっそりそう言うと何もなかったかのように給食をおかわりしたという。そんなことあったっけ？俺は思わず口に出した。うん、本当だよ。私はあの時、ケイちゃんにすごく救われたんだ。ミナちゃんの笑顔に俺は照れくさくなった。そのことがきっかけで、ミナちゃんは俺を好きになり、鈍感な俺が気づかないだけで、いつも俺にくっついていたそうだ。俺はずっとミナちゃんに片思いだと思っていた。全然知らなかったな。俺、本当に鈍いな。俺は針金の輪っかを見て、6歳の頃の自分を褒めた。18年前の俺たちの純粋な気持ちが蘇った。こうして俺たちは付き合うようになった。しばらく遠距離恋愛だったが、幼馴染だったこともあり、あっという間に家族ぐるみで親密になっていった。まだまだ付き合い出して数ヶ月しか経っていないが、きっと俺たちの結婚式には幼稚園時代の友人たちとあの先生ご夫婦の懐かしい笑顔であふれるだろう。そんなイメージを俺はすでに浮かべている。いかがでしたか？転勤族の親の影響であちこち学校が変わり、唯一通い切ったのが幼稚園だった主人公。まさかクレーム対応の場で当時の担任に会うとは思いもしなかったでしょう。しかもその先生のおかげで初恋の人と再会。ドラマのような展開に主人公も驚いたことでしょう。しかし何よりもその初恋の相手が主人公に対してずっと思いを抱いていたなんてとても素敵だと思いました。この主人公たちはこのまま結婚するのでしょうか？皆さんはどう思われますか？ぜひコメントで教えてください。また次回の動画でお会いしましょう。